皆さんこんにちは、くじろくろです。禁断の男の一人旅シーズン3、名古屋から福岡経由でバンコク、ビエンチャン、プーケットに行きます。今回はね、名古屋発10日間ということで、ちょうどお盆休みになります。 LCC で行くタイとラオスの旅です。バーツ高でね、タイに行けないっていう風にね、日頃から言ってますが、やはりどうしても旅に出たい。まあそんなわけでね、物価が安いラオスにも行って節約をする旅になります。今回のね、プランについて、紹介いたします。目次です。1、今回のスケジュール。2、航空券について。3、アゴダをさらに安くする方法。4、今回のミッション。5、今回の予算。まあこれらについてね、皆様に紹介します。はい、今回のスケジュールですが、日本からタイまで、まあね、ちょうどお盆のピークシーズン、皆さん旅行考えられてる方もいるかと思いますが、ご覧のようにね、航空券高いです。出発日がまあ近づけば近づくほどチケット代は高騰します。で、今回ね、私の場合、日本脱出のチケットっていうのは3月24日に予約が完了してます。実にね、5ヶ月弱、まあ、そんな早くにね、航空券予約しました。で、なおかつ名古屋発の航空券非常に高いです。関空発も調べましたが値段が高いです。まあそんなわけで、福岡経由で行った方が断然安い。名古屋から福岡ね、往復の国内線のチケット、まあ、24,225 円なんですが、それを入れたとしても、まあ、福岡経由で行ってね、トータル 59,555 円。この金額でピークシーズンにタイまで行けます。じゃあ、タイに入国した後、どこに行くの？何をやるの？っていうことなんですが、当初はホアヒンとかチェンライに行って、で、ミャンマーの国境越えもしたかった。あとはゴールデントレアングルも見たかったんですが、どうしてもね、まあ移動の時間非常にロスになります。あとはせっかく国境越えをしても、タチレクでね、日帰りしかまあ行けない、まあビザの関係もありまして、まあそういう風で、まあちょっとこういう、まあルートというかね、計画諦めました。で、その代わり、まあなるべくこうアクセスもよくってっていうところで、いろいろ航空券、飛行機のですね、金額だとか時間帯とか調べた結果、まあバンコクからビエンチャンまで行って、まあこれ9,240円で行けます。で、その後2泊して、で、ビエンチャンから陸路でウドンターニっていうところに移動します。まあこれバスで移動するんですが、その後、ウドンターニから一気にプーケットに飛びます。このルート5,670円と非常に距離が長い割にはお値打ちです。直行便であったのでこのルート選びました。で、その後プーケットで2泊して、まあ、バンコクに戻ると。まあ、こういうルートで、行くことにしてます。で、実際ですね、まあこれだけ移動して、かかる費用、あとね、
日本からの総額合わせて83,005円、まあ、この金額がね、今回の、飛行機いろいろ乗る、あとまあバスも使うっていうルートになります。で、国内線とかね、対入国後のエアーの予約っていうのは7月26日に予約してます。なのでギリギリになって、まあ、今回のねスケジュール決めたっていうところがあります。でなぜそういうふうにギリギリにしたのかっていうのは、まあね、コロナが怖かった、いつ罹患するかもしれないっていうところもありまして、まあこんなようにねギリギリの、プラン予約っていうふうになってます。続いて航空券についてです。国内線はね、スカイスキャナーっていうとこを使いました。でスカイスキャナーって実際今回初めてこのね航空券予約したんですが、ご覧のようにね、いろんな航空会社ではなく、一個のね飛行機に対していろんなその旅行会社をですね、まあセレクトして、中でも、まあ、同じ便であっても、旅行会社によって5000円6000円違うと、あと欠航になった場合の各旅行会社の、対応もまちまち、あとはまあ料金相場を知るだけにした方が無難かなと、まあ、スカイスキャナーについて、まあ、そういうふうに思いました。で私名古屋から福岡、まあ、そのね、国内線の往復はこのスカイスキャナーを使ってね利用したんですが、その時ね一番安かったマイトリップっていうね、旅行会社を使ってね、国内線、日本の国内線の移動分購入してます。ただこのマイトリップっていうねちょっとまあ旅行会社専用アプリを入れないと予約管理ができないとか、入れたとしてもちゃんとね検索っていうかねできないし、結局何度かね、まあ、航空会社に直接ね、再確認するっていう羽目になりました。あとはちょうど台風にね引っかからない、ギリで引っかからなかったからよかったものの、行きか帰りね、例えば行きに欠航になった場合、帰りの分もまたねそれも返金がまあ微妙な感じなので、なるべくねちょっとねスカイスキャナー経由では買わない方がいいかな、航空券、買わない方がいいかなっていうふうに思いました。で個人的にはやっぱり、トリップドットコムですね、今トリオドットコムって書いてあるんですけどトリップドットコムです。まあ中華系だけどレスポンスいいよ。あとね、ポイントサイト経由で、ポイントも貯まるし、速攻でね航空券発行されるのがいいよっていう風で、ちょっとね今回航空券について若干ねバタバタした部分があったので、まあ皆さん使うんだったらまあトリップドットコムの方がいいんじゃないかなっていうふうに思いました。でまあ実際ねトリップドットコム、まあこんなようなページになっております。であとは先ほどね言いましたポイント貯まるよっていうふうでね、私ハピタスっていう方を使ってるんですけど、ハピタスだとねご覧のようにまあポイント貯まります。ぜひね、ポイントサイト経由でね、使ってみてはどうかなっていうふうに思いました。続いて、ホテルの予約サイトのアーゴーだ、これ使う人多いかと思います。ただアゴーダでもどっから、ホテルをね予約するか検索するかによって料金がかなり違います。まあ直接そのねアゴダのサイトに飛んでる人もいると思いますし、あとポイントサイトでね、予約する人もいるかと思います。航空券はハピタスのポイントサイトで購入するといいよって言いましたけど、
ホテルについてはね、逆に高くなります。ハピタス経由で4652円です。これね、一部のねバンコクのホテルを、まあ、示しているわけなんですが、同じホテル同じ条件で直接アゴダのサイトから検索するとですね、4442円でした。先ほどのねハピタス経由と比べると210円安く、表示されてます。さらにここから裏技です。実は Google マップ、そこからアゴダのサイトに飛ぶと一番ね、お値打ちに予約ができます。もちろんアゴダのサイトに飛ぶわけなんですが、ぜひ、いろいろね比較してホテル検索やってもらいたいと思います。実際にはポイントサイト経由した時よりも、703円、率にしてマイナス 15.1%、値引きがされております。なのでぜひね Google マップ活用して、そこからね、アゴダのホテル予約するといいんじゃないかなっていうふうに思います。続いて4番目、今回のミッション、まあやりたいこと20選です。前回ねフィリピンの旅行の時にもまあこんなようなことやりましたけど、今回まず食について、まあ博多経由で行くのでね、ラーメンもつ鍋食べたいよだとか、まあねあとはまあ適当にちょっと埋めたような感じの、はい、形になってます。観光についてはね、ビエンチャンって世界一何もない首都だよっていう風にね言われてます。まあだけど、しっかりねちょっと観光をしていきたい。あとは昔住んでたところをねちょっと訪ねたいよ。まあバンコク市内なんですけどね、それ以外にあとワット・マハプートっていうね宝くじに御利益があるお寺があるんで、ちょっとねその辺も行こうと思ってます。体験については、こちらもねお寺なんですが、ワット・カチョンシリっていうとこで薬草のサウナに入れるそうです。なのでねちょっとその辺も、サウナで整えたいよ。あとは可能であればね、ラオスでカジノもチャレンジしたい。それ以外にあと、バンコクでね新しく MRT イエローラインっていうのができたんで、まあ、その辺もね、ちょっと乗ってみたいかなっていうふうに思ってます。まあ闇を歩くではですね、まあパトロールですね。ちょっとあの夜の街を、パトロールして、治安維持に、励みたいと思います。はい、まあ、以上がね、半分冗談の、今回のミッションやりたいこと20選です。最後にね、今回予算いくらかかるのかっていうところになります。まあ、必ずかかる費用左側に、示しております。ピークシーズンにもかかわらず、飛行機代、まあ、もちろんね燃油サーチャージとかですね、あと税金とかねその辺も含めての値段なんですが、まあ、総額でね 107,209円ということになってます。まあ、それ以外の費用については右側に書いてあります通り、まあ、1日9000円あれば足りるかな、まあ、なので10日間で9万円、まあねちょっとね、飲んで酔っ払って変な下心出したりカジノで失敗しなければ十分に収まる金額かなっていうふうに思ってます。トータル総額197,209円が今回の旅の予算となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。
くじろくトラベル、まあ実際には存在しませんが、今回の旅行計画をプレゼンっぽく作成しました。禁断の男の一人旅シーズン3、どうなることやら。最後までね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、励みになります。それでは皆さん、またね。